尾道みち。道は、広島県尾道市及び、ビンゴ国三機群の歴史的地名。現在の尾道市の旧市街地にあたる。この地は3つの日本遺産に関連する。この地区はこれらの内向島地区を除いた、本州側尾道市中心部のことで、同認定地区の大部分を占める。瀬戸内海のほぼ中央、中国地方の広島県南東部にある。 南側が狭いところで、幅約200メートルの一見すると川のような細長い海峡である、小道水道。北側は小道三山と言われる、仙光寺山、西国寺山、土寺山に挟まれた東西に伸びる細長い町である。海峡を挟んで、南側が、芸予諸島の一つ、向島になる。中世に、暮らし基地として開かれた港町が、近世、近代、 現代の中で交易あるいは交通の用地として、瀬戸内海水市の港町として発達した。近世に、海路は西巡る海運航路、陸路は西国海道と出雲海道、岩見銀山海道、近代では国道2号と山陽本線。現代ではこの近郊で、小野道バイパス、山陽新幹線に、山陽自動車道と西瀬戸自動車及び中国横断自動車道が交わる。 瀬戸内の十字路で、そうした中で豪商が生まれ活発な商業活動が行われた商人の町であった。尾道三山の峰を中心に神社仏閣、海に下るにつれ住宅地、そして商業地となり、尾道水道付近が港湾施設が形成された。そして数々の寺社が存在する寺の町である。また地形的制約の中で町域は拡大したことから、 南は、小野道水道まで、北は尾道三山、小野道散々のふもと特に神社仏閣の境内、ギリギリまで人家が発達し、複雑に入り組んだ路地や坂道が形成された、坂町である。この地で財を成した豪商や、歴代の権力者による、庇護、寄進により、数々の神社仏閣が、現代まで守られ、多くの文人がその情景を、自身の作品に残し、現代では、映画、 アニメなど映像メディアに徴用される芸術文化の街である。こうした得意な地形的制約で旧市街地が発達し文化的に成熟したことにより、尾道の風景は変化に富み、箱庭的様相を呈する。現在一般的には山の尾道説が定説となっている。江戸時代に書かれた芸藩通史によると、この地は大宝山、仙光寺山間に山。 西国寺山、瑠璃山、浄土寺山の山々が、海岸まで迫り、平地がなく、海岸沿いつまりそれぞれの山の尾根沿いに一筋の道があったことからこの名がつたと言われている。尾道大橋付近は、尾崎町というが、これは山の尾の先、岬から来たという。その他には、神宮皇后が海に近い地に、ムシで道を作ったという伝承から、 カラムシの道を由来とする説、比較的新しい説で、芝良太郎が唱えた船の航路を意味する御用から、御用の道が転した説、その他にも説がある。尾道の名が出てくる最古の資料は、栄法元年、1081年に書かれた西国寺文書の中の尾道裏である。別名に、先行寺玉の岩伝説から来た玉の裏がある。これは、中愛天皇8年、 199年、三冠征伐で、神宮皇后が玉の裏に寄港し、この際に住民が水を剣じたことから、この功績をたえ水町、水を継ぐ、つまり、三次の名が生まれたとする伝承による。ただし、玉の裏伝承は、玉島や玉の下間など各地にあり、また、三次軍の地名由来も諸説あり、いずれも確定できない。朝鮮通信誌の早期刑が書いた、寄港文。 老少日本行録の中では、おびとつと表記されている。古代尾道は小さな集落として存在していた。尾道の東にある松永湾で縄文時代、弥生時代の海図カートが発見されており、尾道も同様にこの頃から人が住んでいたと推定されている。国軍里聖家では、ビンゴ国密木軍に属し、その中の物土豪の一部であったとされるが、 諸説ある。山の名にもなっている。代表的な寺院は以下の通り創建している。また、お袖天満宮は、縁起元年、901年太宰府へ左遷される、途中の菅原道真がこの地に立ち寄ったという伝承を元に起こった神社である。なお、浄土寺創建の伝承からこの頃には、港として機能していたとして616年より前に開港していたとも考えられ、 玉の岩伝説や神宮皇后の蜜月や道真の伝承などから古来に船がつける場所あった可能性がある。古代、大和政権は太宰府まで陸路と海路を整備した。主要陸路は古代山陽道で、この時代この地域では、尾道の北を通り現在の府中市から尾道市三月町を通り、三原市へと抜けるルーであった。海路は、 8世紀から整備が始まり、行期によりほぼ一日工程の間隔で、港が整備され、この地の東に四季名泊、福山市、西に長井の浦、三原市とが整備され、この時点ではまだ尾道が主要港として位置、付けられていない。平安時代に入り、荘園制が始まると、荘園からの年貢を運び出すため、暮らし基地、港がさらに各地に作られていった。 尾道もその中の一つである。平安時代、尾道から北の内陸部にある、現在のセラ郡セラ町は、大田省という荘園で、平氏政権が樹立された時代、平重平の荘園だった。ただ、暮らし地は存在していなかったため、ゲスは尾道を用いたいと嘆願を挙げていた。永万二年、1166年重平は、 大田省を五白河院に寄進したことから院領省園となり、河尾元年、1169年尾道が院により暮らし基地として正式に認められた。港町尾の道の歴史はここから始まる。文治2年、1186年五白河院は、大田省を高野山混合法寺に寄進、高野山根本大東領大田省となり尾道も高野山領となる。 大田省の年貢米やごまは、倉敷地である小野道で一旦保管され良い天候まで、町、そこから船で、高野山の港である、木井港まで運ばれていった。この運搬は、召喚のもとで任務に当たっていた、門、問丸、かじ取り遠ばれた、海運業者によるものである。還元三年、1245年高野山は、小野道に、泉方言物器心を召喚として派遣している。 フチシはここから三十年近く尾道を管理し、有力な商館となっていき、公安九年、千二百八十六年には、浄土寺別島となっている。浄土寺が、永存の弟子、提唱によって中行されるのは、この時期である。ただ、高野三文書によると文英七年、千二百七十年、以前から、尾道の港で、鶴漁、関税を徴収しており、この頃になるとフチシは、 高野さんの意志とは別に独自に動き出し莫大な富を、え、海運業者は仲外人からの地に商家へと発達していき、それにより尾道は独立した交易港となっていく。14世紀初め、尾道は港町として大きく発展し、有力な海運業者や商人が出現した。そして、海賊、交易品を強奪するのではなく水先人として、 通行料を得ようとする者、が現れ、中には地元有力者と結びつく者も,も現れた。鎌倉時代初期、守護所は瀬戸町和商、福山市にあったが、文法2年、1318年鎌倉幕府は守護をこの地に派遣し、後に守護所が移設されることになる。この時代の交易品は塩や鉄、布製品など。この当時から商人だけでなく刀舵や石膏など、 職人も暮らしていた。刀鍛冶は、天平年間、七百二十九年から七百四十九年から現在まで続く。その網屋が有名。当時から近年まで単屋業が盛んであったと、分かっている。石膏が発達したのはこの時代で、現在重要文化財として残る石塔には、この時代に作られているものがある。県武三年、百三十六年。 剣武の神聖五九州に落ち延びる足利高氏は途中で浄土寺に参拝、再び経営登場の途中にまた浄土寺に参拝し戦勝を祈願している。高氏が、とも、福山市で黄金上項の院前を獲得し勢力を拡大していったのはこの後のことである。この鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて鎌倉幕府の弱体化によりこの地の守護や海たちが 力をつけ独立し、尾道の周辺にも鳥出、そして城が作られた。室町時代、王安四年、1371年、今川貞代両春が、九州短大として下校していた時に書かれた、紀行文、道行きぶりによると、尾道はこの時代から、現在のように民家が密集し、道の区や畜市から交易船が来ていた。この地は、中国地方を、 勢力下に置いた山梨が支配していたが、明徳の乱で、室町幕府に敗れ没落した。この頃、将軍、足利義満が、天寧寺に宿泊、王永2年、1395年義満は、ビンゴ大田省を含めた六個工事当職、そして尾道、倉敷を高野山斎とを寄付している。王永の乱の手柄により再び、山梨、 山名時広が主語として返り咲くと、尾道は山名領内の重要校として発展していく。日民貿易が始まり、尾道にも県民船が停泊、中には尾道船籍のものも存在していた。現代になって行われた発掘調査において、この年代の地層から、瀬戸焼き、床舐焼き、備前焼きのほか、中国政治、白磁、朝鮮政治も出土していることから、 かなりの規模の商業活動が行われていたと考えられている。この時代に、将軍足利氏による新たな建立や、西国寺が時広の子で、守護の瞑想運の彦で再建されるなど、寺の町を道の基盤が形成され、商人たちは彼ら権力者の庇護を受けつつ、尾道を自治運営していた。室町後期から戦国時代までの間、 豪族や海賊が武力で台頭していく下国城の時代である。この地の最大勢力となる杉原氏によって、先行寺やマジロなどこの地を掌握できる場所にいくつか城が築れているため、尾道に杉原氏の何らかの影響力があったと考えられている。あるいは、尾道の複雑な自社権力が武力勢力の介入を許さなかったため、商人による自治は続いていたとも、 またこの時代この地域の特色として、因島を拠点とした、因島村上市、村上水軍の存在がある。尾道水道の中間部の島、現在は、丘陵として、向島と陸続きとなっている小宇多島地区は、宇賀島州と呼ばれた海賊の拠点で、商船から石料を徴収していたが滅ぼされ、後、村上水軍の市場となったとされている。彼ら二つの勢力は、 中国発見を目指した毛利氏の参加となり、尾道は毛利氏直轄港となり、毛利氏御用氏の商人が尾道へ入っている。この尾道に花熊城の戦いで敗れ毛利氏へ亡命してきた荒木村主家が隠遁していた。文禄四年、1595年毛利氏は商人の中から代官を決めると、商人による自治は続いた。朱印戦防易にも絡み、豊臣秀吉の文禄 慶長の役の際には、尾道の商人が船を出し輸送に関わっている。江戸時代、この地は、広島藩領となる。尾道は、藩内随一の港町、広島藩の台所として最盛期を迎える。以上の通り尾道は、西巡る海運、広島藩や、他藩の年具舞取引、岩見銀山からの銀の運搬によって消火庁として、さらに主要街道の宿場町して、 人と物流の拠点となった。広島藩もその台所として積極的に投資し、町の西を流れる栗原川から土砂が流出し、尾道水道内の潮流によって、港まで流れ港湾能力が低下するため、藩により春節と埋め立てを繰り返し港湾施設は守られそして拡大していった。なおこれら土地は商人に払い下げられるが、藩は工事費より高く売ったため差額は、 犯罪性を潤した。こうして、海沿いが、港湾施設、平地が、街道沿いを中心に消化、町や、そして尾道三山々の斜面側に、神社仏閣と、ゾーン分けがこの時代に定まり、町割りの多くが現在でも、尾道の町でそのまま引き継がれている。港湾利用者のため、花町が形成された。もともとは、山の手側にあったが埋め立てにより土地が南へ。 拡大していくと花町も港に近い方へと移っていった。北前船の荷主や船頭を問屋が接待するのに用いられ、たくさん北前船が来た時には、芸者が足りなくなり、しかも、これがたびたびあったという。一方で、この時代は太平の世となり、海賊の心配がないことに加え海船の操船技術の向上により、陸地側を通る地乗り航路から、 瀬戸内海中央部を通る沖のり航路が主流となっていく。航路の変更が尾道にも影響が出ており、例えば三近交代で回路を用いた藩では、尾道に寄港し本陣を置いた記録は、ほぼない。ただ尾道は、街道沿いの陸路と回路をつなぐ玄関口であったため、交易港として衰えることはなかった。江戸時代中期になると、商人同士の競争が増え秩序が乱されるようになり、 また、福山藩の友との競合も激しくなっていった。さらに、沖のりが主流となっていきみたらしや倉橋の方が、取引量が上がり、それに伴いおのも停滞するようになる。原文五年、1740年、第十三代広島藩おのみ奉行、平山角左衛門が着任する。町民により港の拡張要望が出されていた頃で、平山は着任早々藩の事業として、 住吉浜工事を行っている。自ら人頭式に当たったこと、妊婦に賃金を与えたことから、多くの人がこの工事に参加したため、すべての工事を50日間という短期間で終えている。平山は、その他にもそれまで管理化していた置き手を、問屋置き手として名文化、株仲間を犯行人とするなど、後に名武行と称えられ、現在は、尾道住吉神社に合志され、 尾道名誉市民第一号となっている。尾道水道を縦断する都線ができたのは、この頃である。記録に残るものとしては、完成から、文化年間、1789年から1817年に、現吉渡しができたのが最初である。なおこの時代繁栄したみたらしや友などの交易港は、近代移行期保船の登場により、 存在意義がなくなり衰えていくが、尾道は新たな交通、産業により引き続き商業地として発展していく。明治4年1871年廃藩地県後、広島県三木郡尾道町となる。この時期、三木県高層と尾道を県庁所在地とする案が浮上している。当時、尾道は広島県の東端で、それより東側の福山は、 小田県に属していた。広島県庁舎は当初広島城内に置かれていたが、広島賃代第五師団発足と仮庁舎の火事により移転を繰り弁ていた。明治六年1873年、伊達総合県令は県庁を尾道に移し、広島県を三木県と解消する計画を立て、大倉省に提出した。これに、前島秘蔵大倉官僚は、 県として手狭になることと、むやみにいて転ることを嫌がり、強く否定したことにより実現しなかった。ここで、尾道に、山陽鉄道、山陽本線が登場する。商業区域を二分支持者の参拝道が奪われることになる。この鉄道路線案は、当初から反対が多く反対運動が起こっている。様々な問題を解決し、明治二十四年、 1891年10月、福山駅尾道駅間が開通した。そして新たな物流手段ができたことによりこれで儲ける商人も生まれ、さらにこの鉄道が尾道の景観を一変させる柿坂の町三章。明治45年、1911年には、京弁鉄道、尾道鉄道も開通する。尾道は、少なくとも明治時代までは、 広島県随一の商業地であった。銀行浜と呼ばれた当時県内随一の金融街があった。明治11年1878年、広島県発の国立銀行として第66国立銀行が銀行浜で設立されている。後、広島市にも第146国立銀行が設立されるが、尾道の国立銀行のおよそ半分の規模のものだった。 明治二十九年、千八百九十六年には、尾道貯蓄銀行、後の尾道銀行も銀行浜で設立されている。なおこれらの銀行の後ろ身は、広島銀行であり、つまり公銀の歴史で見れば、創業地は尾道ということになる。尾道は、住友家とも関係がある。明治六年、百七十三年住友家は、住友小道文献を開設。 明治25年、1892年、住友の道支店に拡大する。その前年に、神戸から尾道まで、採用鉄道が開通しており、住友家が経営していた別種道山の玄関口となっていたことから、住友の道支店で道山の物品調達と、並み合わせ業、自己資金による物品提の金融事業を行うことになった。そして、明治28年、 1895年5月、住友の道支店にて、合議制を初導入した第1回、住友や重役会議いわゆる、おのみ会議が行われ、住友銀行を今日すごとつまり、住友銀行の創業が決まり、同年11月住友本店銀行部が大阪で開業した。当時住友家の主要業だった銅山の中継基地だったおのみで、新たな主要業となる銀行の発足を決めたという、 ことになる。明治35年、1902年、住友の道分店廃止に伴い、住友銀行尾の支店が銀行浜で設立される。つまり、住友尾の支店は住友における全国初の支店であり、現在も三井住友銀行尾の支店として存続している。その他にも、明治42年、1909年には、別種銅山の園外被害者と、 住友本店とのめての正式交渉いわゆる先行次会談が行われ、翌年賠償契約を締結している。大正2年、1913年、住友肥料製造所、現住友科学が新居浜で開業した際には、尾道が荷上げに裁きの港となった。こうした中で、明治31年、1898年4月、県下2番目の市政施行。 尾道みとなる。尾道の代表的な景観、観光地である、先行寺公園ができたのはこの頃で、明治36年、1903年地元商人、三木半左門が整備ししに寄贈した。近世での尾道の特産はそのまま近代にも受け継がれた。例えば塩は、専売制となり大倉省専売局、尾道専売支局が置かれた以降も製造していた。 尾道みは、大正時代には、満州、台湾、朝鮮にまで輸出されており、昭和30年代には、広島銀行頭取、橋本隆一と、キューピー役員二十日ので洋の心の偶然の出会いから、キューピーマヨネーズの原料に使われていた。近代から現代にかけて、この地域の産業の中心となったのは、向島、因島での造船業である。これらの島では、中世では、 村上水軍の勢力下で、近世では、商人用の海船として船製造が行われてり、近代になり、木造船から鉄造船に移行すると、島で育まれた造船技術との道において、中世から受け継がれていった、タイ野の技とが結びつき飛躍的に発展した。因島では、明治29年、1896年、ハブ選挙合資会社が、向こう島では、 明治三十九年、1906年松葉鉄工所、瀬戸田では大正四年、1916年、山陽造船が最初に起業し、以降日立造船系、現ジャパンマリンユナイテッド、尾道造船系、内海造船系の三つに集約されている。日露戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争と戦争による特殊活況と後の不況、その後も、 公共不況を繰り返した中で成長していった。この造船に活気立つ島へ、小道からの交通手段として都船が最大で12箇所まで増えていくことになるが、現代に入り広域交通が整備される中で規模が縮小されていった。そして、戦後の広域道路も整備は昭和43年、1968年、尾道大橋開通から始まり、平成27年、 2015年に、山陽自動車道、西瀬戸自動車道、中国横断自動車道が結ばれた。昭和63年、1988年、山陽新幹線新尾道駅が開業、駅前再開発に合わせ、平成11年、1999年、尾道駅が、平成12年、2000年尾野道糸機構が再整備された。1980年代以降、 日夜の道店、イオン尾の道店や、富士グラン尾道が開店すると、市街地中心部の商店街は衰退していく。1998年まちづくり散歩が施行すると、市街地活性化に向けてが加わるようになる。現在夜の道市全体で見ると、少子高齢化が進み空き家が発生している。市街地でも同様で、特に斜面地では、災害対策やバリアフリー問題など、 生活環境に問題がある。一方で小道は数年ごとにブームが起こる観光都市でもあり、都市開発による急激な変化を望まない者も,もいる。小道主導の開発のいくつかは市民の抗議により頓挫している。平成に入り、二度構想マンション計画が上がったが、一度目は署名活動を展開した市民団体が用地を買い取り現在は、 MOU 尾道市立大学美術館となり、二度目は市民の抗議活動を受けて市が用地を買い取り、公園になった。これらを受け、尾道市は景観を重視するようになる。景観法に基づく景観行政団体となり、市街地を景観地区に指定。2007年には、尾道市景観条例を、制定、地域における歴史的風地の維持及び向上に関する、法律、 歴史ちづくり法施行に伴い、小野道市は歴史的風池維持工場計画を作成し、市街地を小野道向島歴史的風池地区として住区域に指定した。それまで天在し個別に保全計画を立てていた文化財を時代背景ごとに分類し、町全体で保全する意識を高め、建物には高さ制限、目立たない広告看板を即すなど条例にめ、 町並み保存や空秋利用促進などには補助金を交付している。こうした中で国による日本遺産選定の際に、尾道市が作成した、尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市というストーリー案が認められ、2015年、広島県発の日本遺産認定となった。尾道は南北を山と海に挟まれ、東西に細長い土地に港町、 ショーと門前町として栄え、そして太平洋戦争末期に空襲を受けていないため、中世から現代までの建物、文化財が混在し、多くの魅力的な観光資源の間を小さな路地が張り巡らされ、特徴的な情景を醸し出している。大林信彦は、根っからのスクラップビルドの街と表現している。 現在の尾道旧市街地の景観が形成された過程は以下の通り。尾道は東西に細長く伸びる町であるが、そこに山陽本線が通ることにより景観は一変した。尾道三山のふもと近くの寺社のいくつかは敷地に線路が通ることになったため、山門と本堂の間に踏切あるいはアンダーパスが設けられることになってしまった。また、明治初期である 鉄道敷設以前は、尾道三山の山手側には、民家はほとんどなかったが鉄道が通ることになる住宅建築が許可され、線路により立ちのきに迫られた住民が山手側に移っていった。これに加え、鉄道開通に絡んで商売に成功資材を成した者が風光明媚な山手に、左縁と呼ばれた別荘を建てていった。こうして、山陽本線の北側は、 尾道三山々のふもとに、神社仏閣と住宅が混在しその間を細い路地と、坂道が複雑に伸びる、坂の町尾道が形成された。尾道は、古くから、多くの文人、芸術家を輩出してきた。また多くの文人が訪れ、風光明媚な景色を見て、自身の作品に残している。万葉集の中にある使い白木氏の歌である。この歌は一般には、 岡山県玉島のこととされているが、玉の裏から、尾道のことを歌ったとする説も存在する。大安四年、1371年、今川貞代両春が、九州短大として下校していた時に書かれた、紀行文、道行きぶりの中に、当時の尾道が出てくる。浄土寺に、露敵庵という茶室がある。これはもともと、伏見城内に、 豊臣秀吉が所有していた茶室、沿岸を、向島の商人が、海物園に移設したところ、文化11年、1814年浄土寺に寄進したというもの。つまり、安土桃山時代に花開いた和び茶文化が尾道にも伝播していたことを意味する。尾道の茶文化は、江戸時代に、左縁、尾道三山の山の手や向島の海岸沿いなど、 風光明媚なところに行った茶室や庭園付きの別荘を生み出した。この茶園には多くの文人が訪れ、例えば、雷山陽や間茶山、田野村畜伝や浦上春金らは作品を残している。雷山陽はたびたび、尾道を訪れ、文政十二年、1829年千光寺山に登った時に詩を作った。江戸時代の下作者、実編者十九の作品である。 山陽道漫有中の中には、正岡式は日清戦争の従軍記者として、おの道を通った時に一句残している。近代文学では、滋賀直哉、安夜航路と林文子、放浪記が特に著名。滋賀は安夜航路の走行をこの地で寄稿しており、現存する走行には特に当時のおの道の情景が描かれている。若年期を、 尾道で過ごした林の放浪記にも尾道は出てくる。尾道出身の画家としては、平田玉、治、福原御む、など、洋画家、小林和作は、尾道に移り住み創作活動を続け、自身が得意とした風景画に尾道を描いた。和作以外にも、尾道の風景の描いた画家は多くおり、尾道氏は、その写生地に案内目印を立て整備している。 映像作品としては、まず、小津安二郎、東京物語が挙げられる。世界的に評価の高いこの作品は海外にもファンが多く、2015年現在でもロケ地見物に訪れる。ただ映画公開当初は、尾道を象徴する風景がなかったため、尾道の人々は、拍子抜けしたという逸話がある。若い頃、尾道で暮らしていた、 神道兼ともたびたびロケをしており、出世作となった、裸の島をはじめ、悲しみは、女だけに、影朗、落葉樹、木刀鬼炭、石内神城高等小学校花は散れどもで、用いている。石内では、オズの東京物語に登場する竹村家で撮影している。そして大林信彦の、天皇星、時をかける少女、寂しん坊、二人、明日、あの、 夏の日の尾道三部作、新尾道三部作の六作品。尾道出身の大林は、名所だけでなく、歩きにくい山道など何気ない故郷の原風景、何より坂の町、尾道をそのまま作品に活かした。NHK 連続テレビ小説では、渦潮、鉄板で舞台となった。近年は、な成工事、神中、や小林敏彦、パステル、 竜がごとく六命の歌。などアニメ、漫画、ゲームなどの舞台にもよく使われ、ファンから竹原と共に、聖地巡礼と称し、尾道を放る。尾道の地盤はほぼ花崗岩で形成されている。花崗岩は風化しやすく加工しやすい特性がある。尾道の自然は長い年月をかけ得意な形をした巨石群を生み出し、いくつかには伝説が生まれながつけられた。 代表的なのが、蒸気の玉の岩伝説である。そして加工しやすい石は、中世から、尾道の石膏文化を育んでいき、石材加工品である石段、石刀、石像、狛犬などで、尾道を飾った。その一つが、仙光寺さんの遊歩道の端にある巨石に、尾道に縁のある文人の作品を刻んだ、文学の小道である。尾道は、 港町であり細い路地の多い坂の町であることから、猫にとって住みやすい環境である。そこで、尾道観光協会を中心に、猫をテーマとした新たな観光資源を発掘した。観光協会は、市街散策コースに、牛虎神社そばの伏席猫で飾られた、猫の細道や、招き猫美術館など猫をテーマとしたものを加えた。広島県は、 猫の目線によるストリートビューサービス、広島キャットストリートビューを開始している。2011年の資料によると、小道の空き家は特に山手側が多い。少子高齢化による住民減少、景観地区であるため用途が条例により制限されていること、傾斜地、細い道と執行が困難なことに加え、接動義務を満たせないことから新築するにはハードル高すぎるためである。 一方で古い街並みを残す雰囲気に憧れ、地かも安いため既存の建物を改修する選択肢があること、空き家再生プロジェクトとして、市や NPO 団体から支援が行われていることから、移住希望者が増えている。この一環として、長い間、空き家となっていた国の登録有形文化財、三原指定の改修が進められている。ここでは2015年現在、 旧市街地範囲内で国の文化財登録されているものだけを列挙する。以下、旧市街地での主な祭りイベントのみ列挙する。一般的に認知されている、おのみちの名のつく、食文化は以下の通り。観光協会は港町であるため、瀬戸内海の魚介類をメインとしている。また、おのみちの風情の中で古民家を改装したカフェが点在している。 尾道市自体は、広域交通網として、山陽自動車道、西瀬戸自動車道、中国横断自動車道が結ばれ、瀬戸内海の十字路が形成されている。尾道市街地には、山陽本線尾道駅、尾道伊東崎港、郊外には、山陽新幹線新尾道駅がある。ここでは特に、尾道特有の交通手段を列挙する。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。